東武ワールドスクウェア駅は、栃木県日光市鬼怒川温泉大原にある、東武鉄道鬼怒川線の駅である。駅番号は、TN55。東武鉄道の子会社が運営する、ミニチュアパーク、東武ワールドスクウェアのメインゲートから徒歩1分の1に2017年7月22日に、開業した。当駅開業前、東武ワールドスクウェアは、 東武絹川線の線路沿いにありながら駅がなく、小佐越駅から徒歩8分もしくは絹川温泉駅からバスを利用する必要があり、鉄道からのアクセスが不便な状況であった。そこで、交通利便性を向上させ、観光地としての回遊性を高めるために、メインゲートから徒歩1分の場所に当駅が設置されることになった。また、当駅は絹川温泉郷の南端に位置することから、 東駅が最寄り駅となるホテルへのアクセス向上も期待されている。東京スカイツリー駅同様、案内状の東駅の英語表記は、トブワールドスクエアとすべて大文字で表記される。東武鉄道の駅開業は2005年開業の流山大鷹の森駅以来12年ぶりであり、また鬼怒川線では1939年の鬼怒川公園駅以来78年ぶり。東武グループの 東武と関するレジャー施設が駅名になるのは東武動物公園駅に次いで二駅目であるが東武動物公園開園に伴って杉戸駅から解消されたものであり開業当初から施設名を関するのは東駅が初となる地上駅でホームは短式ホーム一面一線絹川線で唯一交換設備のない防線駅であるホームは一面しかないが一番線の表記がある 駅舎の位置は、ホームの絹川温泉寄りにある。自動改札機はなく、パスも簡易改札機及び乗降者駅証明書、発行機が設置されている。乗車券、特急券、SL 退樹座席指定券は、東武ワールドスクエア入園券売り場の専用ブースで発売する。開業日から、東武ワールドスクエアのテーマソングをアレンジした、発車メロディ、接近メロディが使用されている。 発射メロディは、絹川温泉駅で使用されているものの短縮バージョン。接近メロディは当駅のみのアレンジバージョンである。2020年度の1日平均乗降人員は182人で、ある。近年の1日平均乗降人員の推移は、下記の通り。自由が丘バス停。ありがとうございます。